はい、えー、皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、久しぶりに、あ、え、だ、ー、ちゃんを再開をしていきたいと思います。ちょっとまあ、あの気楽に始めていきますんで、あんまりあの形式ばってない形でやりたいと思います。ご承知の通りり、今日はあは臨時国会、参院選の後の臨時国会があ開会をされました。普通あのの解散総選挙がああるとあこれね、えーえー、臨時国会あの 普通あの解散総選挙があると、特別国会というのがあるんですが、これ、憲法に書いてあります。参議院ですから、参院議長とかを選ぶんですが、これはあの特別国会じゃなくて、臨時国会と普通に言います。開会式、天皇陛下即位後初めてのお言葉ということで、お言葉を、頂戴をしてます。本日えごめんなさいあの陛下のお言葉をちょっと 読みたいと思います。本日、第199回国会の開会式に臨み、参議院議員通常選挙による新議員を迎え、全国民を代表する皆さんと一堂に会することは、私の天皇陛下の深く喜びとするところであります。ここに国会が国権の最高機関として、当面する内外の諸課題に対処するにあたり、 えー、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。という言葉を頂戴をいたしました。しっかり頑張ってまいりたいと思います。それから、あのー、始まる前にね、えー、というか、これは、あの、昨日付で、えー、日本維新の会官長馬場伸行ということで、えー、厳重注意処分ということで、紙でいただいております。まあ、あのー、 えー、参院選の前にね、えー、大変ご迷惑をおかけしたということで、えー、関係の皆様には改めてお詫びを申し上げたいと思いますが、えー、このお厳重注意処分のこの紙には、普言ということでね、党、え、紀、ー、委員会から次のとおり、普言があり、常任役員会としても同意する、まあ一言で言うと、もう次やったら知らんぞと、こう書いてありますので、大変厳しい、厳重注意とはいえですね、厳重注意処分 とは、と言うと、なんか軽いように思われるかもしれませんが、あの、大変、えー、重たい、えー、処分をいただいたと受け止めております。これからは、あの、公人の皆さんとはガチンコで勝負しますが、まあ、辻本清美とかね、えー、清美さんとかね。でも、あの、純公人、みなし公人、まあ、ジャーナリストとか、そういう方には、まあ、せいぜい、えー、えー、正当防衛、 あのやられたらやり返すぐらい、まあ、要は殴る、えー、とビンタされてピストル向けるとかそういうことはあのやっぱりそれは生徒防衛として認められないということで、えー、しっかり、えー、そこはわきまえていきたいまた詩人の皆様には丁寧に限りなく丁寧にツイッター等,等でも対あのやっていきたいこう思っていますまたよろしくお願いしますそれからあの今日は何といってもあの、えー、このね えー、令和、これね、なんか結局、昨日ね、富士のニュースでね、えー、令和の2議員、2氏、えー、初党院見送り検討とか言ってね、まあ、どうなることかと思いましたが、あの無事、えー、党院をされたと伺ってます。 まあ、厚生労働委員会に入りたいとかね、まあ、いろいろおっしゃってるようですが、あんまり、まあ、わがまま言っても仕方ありませんから、えー、700人いる国会議員の1人として、また2人として、えー、また政党として、あのーえー、しっかり取り組んでいただけたらと思い期待を申し上げたいと思うし、われわれもしっかり向き合ってこういきたいと思ってます。であのー、今回、話題になっているのは、今日ねあの立花さんとお会いしましたよ。 えー、開会式が終わった後、えー、廊下でね、お会いして、いろいろ積もる話もしながら、あのお会いをしました。NHK 改革については、絶対にやろうねということを、かた固く握手を、えー、させていただきました、あのもちろん違法行為を、国民に違法行為を進め、 えー、訴訟リスク等を国民にかぶせるその運動方針について、私は本人にも反対だと申し上げていますが、NHK 改革についてはすでにこのコラムでね、NHK 改革を地上波に乗せた N 国党の功績ということで、えー、書かせていただいてますので、またご覧をいただけたらと思います。で今日ちょっと申し上げたいのは、この、えー、あれですね、えー、令和でありますが、これ、ブロゴスにね、 えー、音喜多さん、橋本さん、足立君、これがね、えー、政治ブログのトップ3がですね、えー、前代表、新人の音喜多さん、まあ、新しい党の代表でもいらっしゃいますが、そして私がこうやってトップ3に入ってるっていうのはね、まあ、大変光栄なことでありますが、この令和の取り組みについても、えー、私がね、こういうふうに、 えー、こういうふうにねあの、結局ね、令和の今回、解除費を、解除費を、その、解、え、除、ー、費を参議院が負担することになった、でこれについてはあの、私は、令和新選組の妥協の産物だと。 何の解決にもなまあひと言で言うとあの,あの会場費の公費負担っていうのはね日常活動については公費負担これ決まってますで経済活動については公費負担はしないんだけど雇用者負担でやりなさいということが基本的に決まってるんですねで参議院は今回その国会議員の雇用者みなし雇用者として負担をするということにしたんですが え松井代表あるいは私たちは「いやしかし国会議員はその参議院に雇われてるんじゃなくて個人事業主なんだからこれは本人負担でやるのがあの当然ですよね」ということをまあ言ってきたしまあ橋本さんや私えと松井さん吉村さんが言ってるのもあの。 二千万以上の歳費や文書通信交通滞在費でも三千万四千万っていうお金がポケットに入る方なのだから本人負担のこの制度を変えるべきだという時にもですねお金を公費で税金で自分たちを支えてくれないのであれば登院しないとか言ってマスコミを煽るのではなくてしっかりと登院した上で 参議院に登院して仕事をしながら、しっかりとそういう制度化、ここ、本人負担を公費負担にするとかいうことが必要なんであればね、そういう論戦を国会で繰り広げていったらいいと、私は思ってます。橋本さんなんかはそもそも、高収入の人なんだから、あの、社会保障福祉っていうのは、 特に福祉事業、この福祉事業、公費で負担する福祉事業っていうのはあの、格差是正がその本市でありますから、お金持ちの人がその受益するんじゃなくて、給付を受けるんじゃなくて、お金持ちの人は社会保険、えーと、税金を負担する、負担する側に回って、だから今回の例はあのお二人はですね、給付を受ける立場じゃないと、負担をする側に立ってほしいと。 いうことで、えー、負担をする側に回っていただいて、その上で、えー、国会で活動して、えー、しっかりと手を差し伸べないと、じ自己負担ではできない方々が、 しっかりと経済的活動で社会の中で自立していけるような制度化に向けてしっかり取り組むべきだということを、まあ、訴えているわけです。まあ、東京新聞とかね、一部障害者団体の方がそれを誤解をして、医師に対して若干、あの、ご批判をされているようでありますが、我々の本位は、まあ、財源に限りがある中で、しっかりと誰が負担をし、誰が給付を受ける,受けるべきか、 ま、給付はみんな受けたらいいんですけど、誰がその経済的、えー、税金でですね、えー、手を差し伸べるべき方かということは、しっかりと、おわきまえていく、そういう制度化の議論をですね、これからしていきたいと思います。えぇ、ー、令和については以上でありますが、あの、誤解が多いので、えー、ぜひ私のブログ、私のブログ、このね、ブロゴスっていうところで、えー、橋本さん、足立君、音北さんのブログ読めますんでね、 ぜひご覧をいただきたいと思います。最後に、えー、明日発売のフライデー、明日発売のフライデーでね、パワハラ国会議員としてね、私が出るようでありますが、あこれ早釣り拝見しましたが、もう全く、何ちゅうかな、まあ、あの、また後であれしますけど、まあ、大したことありません。あの、しっかりと、あのー、おまあ、私が申し上げているのはね、 秘書団の中でも政策秘書ってすごい高級取りなんです。やっぱり税金で飯を食ってる秘書はですね、税金で飯食ってるんですよ。それも高級ですよ。その政策秘書っていうのはやっぱりしっかりとその税金で養っていただいているにふさわしいパフォーマンスを示さなあかんでしょう。それにふさわしくないときは厳しい指導もしますよということをね、言ってます。えー、まあ、アホバカはね、 でもみんな言いませんあのちょっとアホやなあのちょっとアホちゃうかとちゃんとい真面目にやりやとかまあ僕は言うんですけどえー、まあ今私の事務所にいるスタッフは全員あの大変ホワイトな事務所で、えー、嬉しいとこう言ってくれてますんでねまた皆さんも取材してくださいもう昔のねなんかよくわかんない今どこで働いてるかようわからない昔の秘書に取材するんじゃなくて。 今の秘書団にしっかりと取材をしていただくよう、フライデーには、講談者には改めてお願いをして、今日のアダちゃんは終わりにしたいと思います。できるだけ、まあ、毎日となるかどうかわかりませんが、できるだけこうしてざっくばらに近況報告していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。